余計なこと言いますね <laughs> 本当にもう慶 <laughs> 子終盤とかああ有名してますよね <laughs> <laughs> 言うよね <laughs> <laughs> おさら皿取ります板取雄二をやらせていただきます佐藤雄二と申します身体能力が高い役でございますので本番に向けて今 えー、私の体の方も鋭意制作中ということですのでぜひご期待くださいフッシュグロ恵を演じさせていただきます安江和明ですよろしくお願いします、えー、釘崎野原役を演じさせていただきます豊原恵梨香です七海健太役の大和田松成と申します、えー、この作品に出演できること、えー、大変光栄に思いますはい、真、え、人、ー、を演じます大田本博ですよろしくお願いします はい、えー、本日はお集まりいただきありがとうございます。ええー、下等傑役を演じさせていただきます。藤田玲です。はい、ええー、五条悟演じさせていただきます。三浦涼介と申します、えー。本日はお集まりいただきありがとうございます。まあ、虎杖悠仁。虎杖悠仁なんでも。そこがもう名前からも似てるんですけど。似てますよ。たしかに。<laughs> あと。出身が宮城県っていうところも一緒ですし。 あと身長も1 7 3センチで私171か170調子いい日は2ぐらいなんでなん調子って何ん <laughs> あんまり重力を感じてない日感じてない日は <laughs> 2>, 2, 2になるんだね <laughs> そうですねあのパンが好きっていうところが似てるかなっていうのとあとあの身長が7ミリって1 8 4センチくらいっていうのを書いてて僕181ぐらいなんですけど。 調子いい時百八十。同じこと言って。あ、あすみません。同じこと。すみません。調子いいってどういうことですか。調子いいやっぱ、よく寝ると身長って伸びるの。だからよく寝た日は本当に、高くなるんで、いっぱい寝て本番望みます。太田さんはどうなんですかね、あのキャラ。似てるとこしかないですよね。いや、ちょっと、ほんと余計なこと言いますね。本当にもう。いや、似てる、似てる、似てますか。似て、なんか僕あの、ね、け、あのビジュアル撮影の時にお会いできたんですよ。で。 本当そっくりまず見た目がでなんだろうはいでそのなんだろうミステリアスな感じって大田さんでもともと持ってる方なんですけど<ー>稽古終盤とかああいう名してますよね <laughs> <laughs> 言うよね言うよねいやでもでもそうでなんなんなんですかねなんかうんなんだろう言葉でちょっと表せないですけどはい、はい、なんかこう 力がこう湧き上がってくるあの憎しみとか <laughs> すごいやばいやつみたいになるんで <laughs> あれで,すでも割と陰な要素を<あ>割と僕自身が割と陽ではないタイプなのでそういうところは共通点たくさんいっぱいあるんだろうなと思いながらなまあそういうところを生かしながら稽古していきたいなと思っておりますけど。なるほど